どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、この小さいウクレレを使いまして、ちょっと今日特別編です。ちょっと前にあげましたこちらの曲、はい、God Knows。 これはですね、鈴宮春日の憂鬱というアニメソングの主題歌なんですけどね、この平野綾さん。で、こちらの曲のですね、イントロ、これがですね、なんかこう、エレキギターのフレーズでかっこいいというか、ね、結構印象的なんですよね。それを前回あったレッスン動画ちょっとここに貼っときますけど、そこで、もしこのイントロに興味がある方ら、ある方がいらっしゃったら、コメント欄に、声を寄せてくださいと。その声がもしね、たくさんあったら、やろうかなということで、たくさん、やってほしい、やりたいという声があったんで、今日ここで、そのイントロのフレーズを、特化してやろうと思うんですけど、これ最初に言っときますけどね、ウクレレではこの奏法は、まあ、ほぼないと思っておいてください。でもですね、まあ僕はね、こういうふうに思ってるんですよ。ウクレレって本当に小さくてマルチで、本当に素敵な楽器で、これも弾けるんですよ。まあもちろんニュアンスはちょっと変わるかもしれないんですけど、これを、できるだけわかりやすく解説しようと思うんですけど、これでエレキギターのフレーズなんで、今までのね、こう蓄積があまりこう、活用されない新しい領域になると思うんですけど、ちょっとね、幅を広げる意味でもいいかなと思って、ちょっとこの、企画として、面白いゲーム的にやってみよう。これ本当に難しいでパートごと分けていって最後にやるのがいいと思いますからね。はい、それじゃあね、まずね、どんなフレーズだったか思い出していただくために、前回うちのハニーに伴奏して、僕が弾いたバージョンでもうちょっと、ね、一応流してみましょう。はい、じゃあこれ見てください。どうぞ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。という風に入っていきます。はいはいはい、こんな感じのやつですね。これはですね、原曲聞いた時もこのイントロ、なんかすごいもうヘビーメタルみたいな、ハードロックみたいな感じでね、なんかこう私の昔のね、このギター心が騒ぐみたいな感じなんですけど、これをやってみたいと思います。で、よく聞くとちょっとフレーズ違っていたんで、今回は一応ディープに全部やろうと思います。はい、ゆったり、今日は時間かかるっていうか、もうほんと紙に書き出してしっかりやっていくような感じになると思いますけど、もしね、この曲全く興味ない方でも、ちょっと面白いなと思って見てもらうとね、あ、こんなことできるんだなというふうに、なると思います。いきなり宣伝です。8月1日、これ、おうちでガズレで、これね、オンラインライブイベントありますからね、これ、ぜひチェックよろしくお願いします。ここにリンク貼っときますよ。じゃあ、順を追って、説明していきましょう。その前に、ウクレレって私やったことないけど、こんな私でもできるのかしら、面白そうと思った方、今日の動画ちょっとその趣旨と違いますけど、ウクレレ本当に楽しいんで、興味ある方このリンクからウクレレどんどんできるようになってますんで行ってください。じゃあ始めていきましょう。まずですね、これソロなんですよ。要は伴奏がないと、一本だけではちょっとね、頼りないんで、伴奏がある上でやるっていうことを一応報告しておくんですけど、今動画もそうだったですね。伴奏があって弾くって、こういう感じで考えてもらうといいと思うんですけど、これね、一個脳トレ的にもすごくいいと思うんでやっていきましょう。これですね、一応エレキギターのフレーズだよということをさっきも言ったんですけど、本来はピックでやるフレーズなんですよ。ピックっていうのはこのエレキギターとかね、ギター使うときはこれピック使うこと多いんですけど、そうするとね、本来だと、こんなフレーズなんですよ。一応言っときますと、最初700、0っていうのはこの一弦の開放弦ですよ。700500003003050、これが本来のフレーズなんです。これがまず基本ね。そうするとってなるんですけど、これね、まずピックをね、ウクレレではまあ ほとんど使わないと思うんで、今回このフレーズをまあ指で弾けるように、ウクレレバージョンとして今アレンジしていきます。そうするとこういう感じがいいんじゃないかなと思うわけです。聞いててくださいね。ちょっとね、早いけど。今やると705030503050。細かく言ったら、この0っていう開放弦がいちいち入るんですけど、フレーズがすごく早いんで、ほとんどもうパチっていう感じになっちゃう。この音がね、このプツっ
ていうぐらいのスピード感になっちゃうと思うんですよね。はい。一応これを今からやっていこうと思います。この今のフレーズがメインのフレーズになりますけどね。ゆっくりやります。まず、1弦の7フレット。あ、これそうだ。これ今日はね、1弦主に使いますけど、1弦の、これ、ここに丸がついてますよね。ここ。5フレットのマーク。7フレットのマーク、10フレットのマーク。大体ここにマークがついてるんで参考にしてもらいたいんですけど、まず1弦の7フレットと5フレットと3フレット。この辺を行ったり来たりしますね。そうすると、7、0、0は1弦の解放ね。5、0、3、0、5、0、3、0、5、0。細かく言えばこういうことです。なんだけど、この一回0を入れるとちょっと難しいから、0抜きで、7、5、3、5、3、5、7、5、3、5、3、5というフレーズを、まず体に染み込ませていきましょう。これね、リズムがちょっとね、ちょっとじゃあ、お手を拝借いきますよ。ワン、ツー、スリー、てつ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 てん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 75353575753535というリズムになります。ちょっと後ろに来たり前に来たりするでしょ。はい。なてててててて首の動き見てください。このリズムです。で、指なんですけど、今はね一本指でやったんで、人差し指一本とかでこんな風に。これでできると思います。まずこれの練習、ちょっとやってみましょう。20秒ぐらいやろうかな。はい。せーの。75353575。首もできれば揺らしてください。リズムを取る。てんてんてん。はい、これが一応基本で、次のステップとしては、これまずこれを練習してくださいね。はい。じゃ次のステップとしては、そこにちょっと裏の拍を入れるというか、てたてた、このたてててててて、てこのたをですね、本来は開放弦の弾くんですけど、すごく早いんで、もうほとんどこのカッティングというか、パチッと言わせるぐらいの感じでいいと思うんですけど、あ、ちょっと間違えた。これね、ゆっくりの時は0、0っていうか開放弦入れられるんですよ。ね。なんだけどこれ、速度ね、原曲このぐらいだから。これ、このぐらいの速さになると、この0をしっかり弾くのちょっと難しいと思うんで、指で弾いてるわけです。で、これをやる場合に、ちょっと見て、指が2本使うことにします。ガズの場合、最初の7フレットの音、は、親指で弾いて、次のパチッというかゼロの時は人差し指に引っ張る。こういう風に使おうと思います。はい。ちょっとアップで。ちょっと持ちづらいな。はい。これを交互にやると。これはですね、結構エレキギターを弾ける人でもこれ難しいかなというふうに思うんですけど、これチキンピッキングなんて言いますけど、ね、エレキギターの技で、こうブルースの技みたいな感じで言われることがありますけど、で、左手なんですけど、これはですね、もう、例えば、こうやって固定しといて、75355355、75355355ってでもいいし、ガズはですね、75355355、この軸をずらす。これはもうお好みでいいと思いますね。これでやりなさいってことはないですから。ガズはこんな感じでやりますけど、人によってはこの弾き方でも左手な、とにかくまあ楽そうなのでいいかなと思います。ガズの場合は7、ここでずらしますね。ここでずらしますね。こんな風にご自身のやりやすいのでいいと思うんですけど、一応フレーズとしてはこんな感じだから、はい。ねーたたた705-0305-0305-0だけど、0はちょっと弾き切らない時もあってもいいです。もう最後の3050だってめちゃくちゃ速いから、ちょっとこれ原曲ぐらいの速さで弾いたらもうただの35になっちゃうと思います。速すぎて。そうそう、こうなります。原曲ぐらいの速さでやるとこんな感じになります。せーの。最後のてーてーはもう0入らないでもね。だだだつ。3507、こんな感じ。はい。これは早いんでね。もうこれはもうなんかガーって勢いに乗せていくのがいいと思います。じゃあちょっとゆっくりめでこれを、これはちょっとこれで、これが右手が難しいからね。
はい、ゆっくりでやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。7、5、0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 、
今度それがね、全く同じ二弦になるの。ねえ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 二弦で753になる。あ、わかった？二弦でも同じことやる。その次また、ちょっと最初からやると、2、3、4、1、2、最後のは3弦のちょっとずれて、だから642ってことなんですか。642で、はい、これをやるんですよ。なんでこんなフレーズ、ああもう手が疲れる。これもこれ要は弦をさ全部引っ張り引っかいて音を出すっていう技なんで、これはね、もうエレギターやってる人でもこれはなかなか、相当キッズの頃に苦労しないと弾けないやつなんで、これはね、難しいです。フレーズは、ねる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 。こんな感じ。もう一回。753、753繰り返して、二弦の753も入れて、その最後は、642で同じことをやる。1、2、3、4。こんなフレーズですね。それでは、確認しながらちょっとゆっくりね、ここから、ここまでやってみますね。ここからここまでね。1、2、1、3という感じでやってみます。はい、行きましょう。2、3、4。今パターンねえよ。次またパターン1位に戻った。次、今やったやつ。はい、こんな感じです。こう忙しいでしょ、これこれ。はい、じゃあどんどん行きましょう。はい、次はですね、今ここまでやったから、次またここ同じフレーズが入って、これですね、4番目のフレーズ。これはですね、ちょっと流れが変わります。まず一番最初の音は10フレット1弦の10、10、10、7、5、7、5、3、5、2、3、5。これに0というか裏を入れていくって感じ。はいはい、10、10、10、7、5、7、5、3、5、2、3、5ですね。はい、これは全部一弦でしたね。同じです、指の使い方は。はい、これを、やっていきます。ではそれではね、今のね、フレーズ4のところまで最初から、つまりだからここで言うと、ここからずーっとやってきて、ここまでやっていきましょう。はい、いきますよ。2、3、4。次に、はい、次、1にまた戻る。また1に戻った。はい、ここまでですね。忙しいな、これはという感じ。いや、でも見て、もうここまで来たんだから、あと、この5を習えばもう終わりですね。で、ここはですね、またこう1に戻るんだけど、ここちょっと見て、ここだけ、コード進行が A サス4から A ってなってるんで、ここフレーズがちょっと変わるんですよ。この3とすごく似てますけど、ちょっとここやってみましょう。まず、1弦の7フレット、今度5フレット、次4フレットです。これで、テレルテレルってやります。これ、小指使える人は小指でもいいし、これ指も、まあこれね、正解っていうのはないんですよね。もうお好みでいいと思います。ガスはこの多分薬指とこれでいきますね。これをテレルテレルテレル、4、5、4、2弦の5、1弦の4、5、4、5。あ、小指かな？これで最後ですから、はい。やっとここで合類です。ちょっとその最後の1段だけやると、ここまで。よし。これで一応全部解説しました。もう一回、あ、ド頭から。いい？今確認よ。ここは全部一緒のフレーズですからね。1、パターン1。で、こう2、こういうふうに3、4、5ってなります。今、こっからもう一回やっていきましょう。
今95で練習してたんで、もうちょっと早めの105ぐらいでやってみようかな。105ぐらいで最初からやってみようと思います。これはちょっと気合い入れよう。もうちょっと早いかな。結構早いんですよ。120だな。うん。このぐらいいこう。ワン、ツー、スリー。まずパターン1。次パターン2。はい、パターン1に戻った。次、パターン3だよ。また1に戻った。次、パターン4。はい、1に戻った。次、最後なんだ。乾いたです。はい。一応、これが、全貌ですね。なんでこれ時間かけて今の何回も見てやってもらいたいんですけど、一応基本のこの1のパターン、これがね、まずやりたい。パターン1はできるようになろう。こっから始めましょう。はい。これをちょっとね、まあ深めて、これをね、すぐにできるようなもんじゃないからね、まずこの指2本使って1本の弦を弾くなんてこと今までやったことないわけで。これ見てても、俺自分で見ててもなんか、すごいなんか気持ちいい、なんかカニの足みたいな動きになるもんね。はい。なんで、じゃあこれはまあ一個ね、弾き語りして、ちょっと気分転換の時にこういうフレーズを練習してみるのがいいかもしれない。そしてですね、これですね、おすすめの練習方法がありまして、皆さんのお持ちのこのスマホのですね、ボイスメモ、iPhone だとボイスメモってこう録音機能があるんですよ。そこに伴奏を取ります。で、伴奏はさっきも見せてるけど、このコード進行なんで、これで自分で伴奏を弾いて、自分の演奏に合わせて弾くのがいいんじゃないかなと思います。ガズも今からそれをやってみようと思います。これをですね、まずレコーディングするわけですね、これ。ちょっとじゃあ、やってみますね。1、2、3、4。今レコーディングしました。30秒だったね。30秒ぐらいですね。これに合わせて今のフレーズを弾いてみるとバッチリ合うはず。ではやってみましょう。ちょっと大きくしとこう。音をな、音をな。よし、じゃあ多分聞こえると思う。1、2、3、4。早えなって感じですけどね、やってみました。ちょっとあれだな、もうちょっとゆっくりやってみようかな。もう一回ちょっとやってみたくなった。はい、撮ります。ワン、ツー、スリー、フォー。このぐらいゆっくりだったらね、結構いいと思うよ。あ、これに合わせてもらってもいいよ、皆さんね。みんなもいけんじゃないかな。こうやって自分のね、挑戦です。自分でテンポを変えていく。やってみようかな。おし。やってみたくなった。いきます。1、2、3、4。このぐらいだと結構ゆとり持ってできるかもしれないですね。でもこれをみんなにとっては相当早いかもしれないですね。とにかくこういう構成になってますんで、ちょっとゆっくりゆっくり、まずワンフレーズずつ、まずはパターン1からね、やってみてください。
今日はこれ難しいの、みんな指痛くなると思う、ここもこっちも。はい。そういうことでね、まあ、今日は特別、スペシャル特別企画で、God Knows のイントロ大特集、やってみました。こういうフレーズ、例えばこうアンサンブルの中でもう誰かと一緒に伴奏するときにこうメロディーを弾くとか、こういうのもね、面白いかなと思うんで、ガズレレでも取り上げていくかもしれませんので、よろしくお願いします。はい、大森でした。はい、皆さん音楽ね、どんどん楽しんでください。次8月1日、このイベントあるよ、これ。これよろしくね。8月1日、2020年8月1日にガズレレのオンラインイベント、誰でも参加 OK の 大イベントを計画しております。ちょっと内容は近日公開なんですけど、その中でメトロノームを使ったこうガズレレの、特訓レッスンみたいなプログラムを組み込もうと思ってるんですけど、もう一個大事になるのは歌。これね、リズムと歌って、これはですね、リズムっていうのは一見地味でしょ。これこそがね、本当肝なんです。あの、家建ててる時もそうですけど、一番基礎が大事じゃん。基礎って目立たない。だから今日の腹式呼吸みたいなもんで、リズムっていうのがこの音楽の中でどれだけ大事かっていうことをやっぱり皆さんシェアして、やっぱ今までよりももっとさらにね、音楽の奥深さをこう味わって体感して、なんかそういう風に なったらいいなと思って、8月1日14時から、ガズレレで、でっかいオンラインイベントや、その他もりもりだけど、その情報はまたあのもうちょっとしたら多分今日明日中にあの公開になると思いますけど、8月1日14時から、開けといてください。これはですね、600円税抜き価格の有料イベントイベントなんですけど、絶対損はさせませんので、よろしくお願いしますということでございます。はい。そしてですね、今ガズレレではいろんなことやってるんですけど、まあ、この今ウクレレ、事前予約販売完売になりました。そうですね、また来月、多分来月分また予約可能になると思いますので、ちょっと今回、間に合わなかった方また来月お願いいたします。あとはですね、もういろんなものあるんですよ。このガズレレのリュックサック、これも大好評。これガズレレ、これコンサートウクレレが入る、コンサートウクレレまで入るガズレレオリジナルリュックサック、これも大好評だし、あとキャップ、あとはマイハニーがハンドメイドのこのストラップ、このこういうのもついてます。 G マーク入ってます。あとはこの私の両親が作っている、水引き歴50年くらいの両親が作っているハンドメイドの水引きとか、いろんなグッズやら、あとガズレシピ、アプリですよ。これも続々曲が追加してます。何回も言ってますけど、ガズクラブ、こっちが盛り上がってます。ガズクラブは月2回のオンライン、ガズクラブ限定オンライン生配信ライブ、もう大合唱でも汗だくですよ、もう。はい。それをやったりとか、 SNS で今回のテーマになったように、いろんなもうどんな質問にもガズがそこで答えてますからね。そういう質問とかやり取りとか、テーマを持ってなんか投稿するとか、ガズクラブのクラブ活動も最高に盛り上がってまして、もう400人は優に突破して、結構なもうメンバーいます。ガズクラブの方もどんどん、まあ、ガズクラブに入っていただきたいし、まあまあいろんなあっちからこっちから楽しく音楽盛り上げていこうと思ってます。はい、皆さんよろしくお願いします。つまりはガズレレホームページ見といてくださいね。要チェックでございます。はい。あとこの本だ、これも言っとこう。はいはい、これね、この3冊、これが大ヒット中。3冊合わせて9万部に迫る大ヒットになっております。皆さんご活用ください。そんなこんなでやっぱりね、音楽ってやっぱやるからこそ楽しい。どん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 こうやって楽しく、免疫力も上げて健康になって笑顔も増える。最高だなということでございます。それでは皆さん楽しく歌っていきましょう。ありがとうございました。さようなら。